やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、どうも皆さんこんにちは。今は新幹線を降りたばっかりで新大阪駅にいます。今日何も食べてないので、まずこれはどこに向かえばいいのかな。僕は新大阪駅からだ。主要都市が梅田と道頓堀らへんと難波じゃない。マジで大阪観光って初めてかも俺。こっちに来たのって USJ に行く時とガキンチョの時に来た愛知九博ぐらいだから。愛知、いや俺もう愛知も大阪も変わらんよな。はい、あります、行ってきます。よいしょ、来た、何番やねん。ここ何番か今日わかんねんだけど。さあ、こっからこっち側に歩いていくわけですね。こうこっち側にここザッとまっすぐに行きます。なんでここにいんの。なんで大阪来ました。大阪に。お前いつも東京にいるよな。東京で。もうやばい、お前フットワーク軽すぎだろ。どういうこと。昨日着いて今日帰ります。やば、まあ一発目はたこ焼きアンパイかね。そんな変化球せずにさ、たこ焼き行きましょうよ。原宿だね、雰囲気は完全に。はい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 、たこ焼き探してます。そう、目の前に。どれ、あれ、この高賀流。あ、これ有名なんだ。めっちゃ有名なんだ。 OK、 みんな教えてくれるんだから助かっちゃうぜ。こちらが高賀流の、ね、どこにでもいいんだな。いや、どうしよう、何味がいいんかな。ちょっと待って、待ってね、俺金あるかな。あ、やばい、俺金がねえや。ごめん、ちょっとお金戻します。皆さん、すいません。そうですよ、外で待って、ごめんな、ちょっと待って。どうぞ、ありがとうございます。はい、またね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません、お腹空いてると。全然全然いいですよ、いいですよ。どれ食べます。ちょっと待ってね。逆にどれ頼むの。頼む、食うとしたらどれ選ぶ。うん、大阪の方々どれを頼む。食べねえんだ。食べねえんだ、正直だね。はい、というわけでどうも、どうも。写真撮る？写真撮る？いいよいいよ。ちょ、無理でしょ。見てわかるだろ。あ、もちろんもちろん。あ、いいっすか。あ、戻すね。戻す。はい、というわけでたこ焼きをちょっと食べさせてもらって、いただきます。いただきます。ちょっと待ってね。うまい、うまいわ。でもね、高賀流がなんだかわからん。普通のたこ焼き。でもうまい、マジでうまいわ。あー、しみるわ。今日一発目の飯。まだ俺腹1割もたまって。地面食ったらでも一発で腹いっぱいになっちゃうからな。危ない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 。東京でも食える、東京でも食える、東京でも食える。はいはいはい。あ、ちょっと頼んでいい？迷子なんだよね、はい、絶賛。どうとんばりってあとブリコのやつ。そう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 、ガンツのとこ。あ、はいはい、うん、あの辺やったら551ありますし。あ、あんな。あります。ちょっとね、商店街入るんですけど、うん、リクロおじさんっていう。何？リクロおじさんってチーズケーキのお店あるんですけど、うん、チェーン店じゃない？
関西だけの。あ、関西だけのね、はい、そういうのが欲しいんだよ俺は。さっき雨村でも、うん、ホットドッグにソフトクリーム挟んだやつっていうのはバカしかいねえんだなやっぱ大阪って。お、なんか商店街来たの。そうです、何ここ。あ、こっちに行くと何。こっちが道頓堀グリコね、はい、すげえ人いいんじゃん。すげえんだな大阪。何間違ったんだお前。全部わかるんちゃうかい。あー似合ってんな。この辺は特に。ああ。ずーっと。投げんだな。もう一個北の方に。うん。日本一長い商店街。って言ってるだけだろ大阪市が。ほんまにあるんですよね。本当だな。ほんまに確か5キロぐらいある商店街。5キロ？まあイチャイチャすんだよな。すぐイチャイチャしてさ。すぐイチャイチャしてさ、な、すぐのあれやん、まあ、こういう商店街とかイチャイチャすんなよ。そうな。あ、あるあるあるわ、あるわ、これここだ。わ、すごい撮影スポットなんだ。みんなここで撮影すんだね。そうですね、全部綺麗に映るんで。はい、お願いします。あ、おはようございます。これもこれ入れてもらっていいよ後ろに。これ1個で大丈夫だよ。1個大丈夫。あ、マジ、うん、っいいですよ、いいですよ。これお土産入れにって思って。あ、マジ、うん、めっちゃ助かるわ。いいですか。いいですか。いいよ、このままじゃあもらっちゃうわ、はい、このまま。え、じゃあ入れる、はい、世話しないな、なんか、まあ、え、持ってい、いやいやいや、気持ちわかるぜ。ありがとうございます。おい、おはようございます。あの傘買ってきました。傘ね、これがあるんだよね。え、じゃあ大丈夫か。いらんな。お、お店を取って、いや、備え取ってくれるんですか。ありがとうございます。いいね、ほんま。ファッションがいいね。ありがとうございます。はい、えー、よっこ。大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。観光したいからさ、ちょっと、観光したいからここまででいいですか。ごめんね、ごめんね。大阪王将は、なあ、でも本場ってこと？一応本場ですね。別にそんな感動しねえな、大阪王将は。あるなあ、あるなあ、これか。せっかくなんで、やっぱ有名どころ飯は食っときましょうか。カニマン一つお願いします。お金まで、ダメだよ、それはダメだって。もうさっき出してもうたんで。何言ってるの、あとでちょっと払うから。カニマンいただきます。すんごっ。あ、カニの身の味ってより、はい、味噌の風味がすごい。あ、そうですね、うまい、めっちゃうまい、コクって感じ。おお、すごくない、うまっ。あ、パカン、いいですか。あ、手ちょっと痛めてて、あ、1ヶ月前にちょっと事故っちゃって。あります。神戸市民なんですけど、うん、またよかったら神戸に持ってください。よかった、神戸ね。はい、おめでとうございます。どうも、大阪のおすすめの土産。なに、紅生姜店。あ、結構そこにあるんですけど。何これ、まあ、うまそう。なかなかだまっすごい買ってきた。マジかよ、買ってきたことなんで。マジ。お前神やん。並ぶ必要なくなってまったわ。すごくない。じゃあ、じゃあいただきます。何マンつったっけこれ。無駄マンですね。うわ、うまっ。下の剥がせるんで、うまっ。こっちは生地しっかり系。うわっ、幸せ。ほい、いや、あ、ごめん。あ、美味しいですか。めっちゃうまい、これたまらん、大阪たまらん。何回も来て。何回も来て。
ありがとうございます。何？ドル配信してください。分かんない。また今度するわ。ドル待ち結構いいんだよな。一個残して、はい、次に行きましょう、はい、うまい。ありがとうございます。ん？ OKOK。 俺のこと知ってんのか？絶対知らねえだろ。いや絶対知らないこの人。 OK Thank you。どうもさあ、射的やらせてもらっていいですか？はい。あれだな、あの赤い狙いは見えるから。これなんだ。あ、そこに繋がってるね。なるほどね。座ってるんですね。了解です。はい。おもろい。あ、出たら何かあるんですか？特にギリギリな体験のみはあるんですけど。あ、来ました。来ました。はい、はい。え、隣でやってます。いやいやいや、逆にこっちでやってみたら。あ、惜しい。出血そうまでありますけどね。ありがとうございました。やばい。わかります。でも持ってきてないんで。よかった。なんだよ、これユニクロに買いに行こうと思ったけどさ、500円のパンツに入っちゃったよ。もう一個飲む。あ、でこれで交換します。あ、いいですか？いいですよ、全然。おざっす。はい、おざっす。はい、エクロおじさんの店。お前みんな買ってきてくれたの？これ熱々のチーズケーキ。ただ割とでかい。いや、お前でっけえな、これ。これ何これ？あ、これはあの、うん、多分重いと思って、うん、あのプリンをナンバー2の。いや、え、俺プリン、いやでもチーズケーキ、3人で食え。みんなで食べましょう。じゃあみんな行くわ。ちょ、お前、ちょ、みんな集合。集合。え、すげえなぁ。お前、でかすぎだよ、これ。でもサイズがそれしかないんだ。これしかないの？これしかなくて。でかいよ。まだ何も食ってない。あ、どう？一番おいしく食べるよ。でも、でもだよ。集合。食中毒になっても何も言うの。絶対言うの、それだけは。ほら持ってけ、お前、ここここ持ってて、出って出って、持ってて。よし、行け。いいぞ。じゃあ俺もちょっといただいて、いただきます。うわ、トロトロじゃん、すげえな。わあ、これね、あんま好きじゃない。というわけで、まだ5割ぐらいなんで食べていきましょう。なんだこのキャバレーとかは。そうだよね、なんか雰囲気がエロいもんね。だって何？ここキャバレーです。イムレイマヨレイバーだよね。ラムロールキャバレーでございます。すごっ。
これ今撮影してるんですけど入っちゃダメですよね。申し訳ございませんが、そうですよね。わかりました、ありがとうございます。チャバレー配信できたら最強だった。大きいお店があったはずなんて。待って、ここもすごそうじゃない。風貌がすごい好きなんだけど。なんやここ、おもろそうな。うわー、でも回線が悪いかな。しかもやってないし会員制だな。すごい、大阪のラブホでっか。何、え、これ全部ラブホ。はい、ライブハウスみたいな。あ、ライブハウスなんだ。はい、いいですよ、いいですよ。ありがとうございます。やりましょう。ありがとうございます。またね。気向かないと思うんですけど、ロール楽しみ。分かった、分かった。またね。ありがとうございます。本当にみんな思ってるのかな。多分思ってないぞ、あれ。そんなはずない。ほら、もうあのゲームもう熱ねんだよな。なんでそんな求めてるんだろう。いや、ロールは俺ゲームは好きなんだけど、ちょっと味わいすぎた感がもう十分かなっていう。俺あのゲーム自体も楽しいんだけど、あのゲームを通して時代も楽しいんだから、なんか黒いところからホワイトのところまで全部楽しみきったんだよね。結構満足してるな、ロル。あのロルっていうゲームをやってなければ、俺は多分インターネットのゲームとかをずっとやってなかったわけよ。配信者とかも やってないだろうし、ロルのランクをまた本気でやる時が来るのかなって思う、すごく。待ってて。全部やってくれんじゃん。僕東京から観光に来てるんですけど、なんか美味しいご飯屋さん入りたいなって探してるんですよ。お父さん、なんかおすすめありませんか。串カツ。はい。あ、串カツやったらね、うん、アナルマってあるんやけど、うん、そこはあんまりあれやから。うん、そうなんだ。名前が売れとるだけで。だるま。ジャンジャン横丁ってあるんよ。うん、あのそこ行ったら昔からのあれがあるから、まあ路地じゃないですけど商店街みたいなとこずっと行ったらね、うん、3軒ぐらい左か並んでるから、そこ行ったらどこも美味しいし胸焼けしないわ。あ、そうなんだ。その適当なとこ行っちゃうと胸焼けしちゃうんだ。だるま屋はね。だるま屋は何ですか。もう名前だけ売れちゃったって感じ。そうやね、観光客がようさん来るからね。そう、みんなそこに吸い込まれて行っちゃうんだ。だからそのジャンジャン横丁のとこは昔からの人が住んでる。はいはいはい、もう地元の人が間違いなく美味しいとこですね。はい、はい、どうもありがとう。ありがとうございました。どうも。ここを歩いていくといい店に巡り合えるというタクシーのうんちゃんの情報を信じてみようかなと思います。あらー、いい感じの商店街だこと。見てよ、この汚い床。最高だろ。わー、なに？なにここ、串カツ屋さんなんだけどさ。あ、でも閉まってるか。あ、もう営業し終わってるわ。マジかよ。待って、平成に刺さりすぎる。ストリートファイターの2。メッシアが閉まるわ。急ごう。すごい。例えばあのサブスクライブのディスコードに貼ったんですけど、13日にサッカーやるんで、前回は不特定多数ボーンってきてよかったんですけど、今回は30人限定でやります。応募してください。
ちょっと他の配信者も混ざるんで、誰が来るかはちょっと当日のお楽しみで。繁盛誘ったんだけど、なんか人間ドックらしい。いただきます。ああ、こういうことか。軽い。東京人だとイメージできないと思う。マジでめっちゃ軽い。なんか衣の粒もめっちゃちっちゃいから食材まで一瞬で届く。これは白身魚かな。あーうまっ。はい、こんぐらいピタピタの。うわー、いただきます。エビプリプリ。そういえば、13日にサッカーでしょ。24日に、ボランティアがあります。毎回言ってた予定ではあるんですけど、そこら辺かな。予定の話ね、まだずれる可能性あるけど。え？でっか、俺の思ったアスパラと違うんだけど、そっちね。あっ。すごい。このシステム。あっ。アスパラうま。ホクホクあんだな。あかい。うん。切れない。切れない。今日は配信を終わろうと思います。皆さんお疲れ様でした。ソミジャパンの大阪配信でした。明日の夕方には、帰ろうと思います。それではさようなら。